マミモメモさやかです。黒の奇跡の鑑賞をやっているところなんですけれども、タイトルが変わりましたね。モンマルトの前、あれ誰、普通に旧市街の人、食べに来た人かな。え、このバン君はどういうことなの、ポーレットさんを見てんのかな。ちょっと意味深じゃないこのイラスト。鑑賞のマラソン中ですね。旧市街リバーサイド駅前通りと国防街が終わったので、次はタイレル地区に行こうと思います。行きましょう。あ、イベントだ。あ、バズレイダーね。マクシム・ルーガンじゃなくてジュディス・ランスターの方に話題が行くんだね。そっか。うん、あー、ファンっていうよりもまあ関わったしね。うんうんうん、うん。あ、あるの？バズレイダー。タイレル通信にね、ちょっと書いてあったけど、9割ぐらいはゴミ情報。なるほど。うん、よかった。じゃあ、やっていこう。うんうん。あー、ケイト？ケイトだっけ？それ頭の痛い話ですね。通信者が襲われたりしたら関わりたくない、確かに。確かにね、興味がなかったら話題にもしないもんね。それは横と気になってますね。アビーさんはどうしたの？あ、はいはい。あー、なるほどね。私もちょっとうーんって感じ。この3人、うん、ちょっと内容先に見るか。あー、確かに妄想膨らむよね。あ、はい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 、うん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 、ね、すごいすごい、ちゃんと真面目に語ってる。ひどい言われようである。ピーター君はこんな顔して芸能事務所の社長のご子息、芸能御曹司なのよ、こんな顔してね。そっかそっか、そういうことか。なんか、うん、軽いな、なんか。あー、そっかそっか、自慢してないか。まあ本人的にはね、自慢するようなあれでもないかもしれないけど、はっきりできない性分か。なるほどな。顔の通りは失礼。いや、ほんとこの3人なんか、なんだかな。そうそう、このさ、モニュメントあるじゃん。これね、あの、黒の奇跡実況してるさ、ポンタちゃんっているじゃないですか。あの子にね、何気なにしに聞いたんですけど、これなんかブレーメンの像らしくって。そう、なんか実際にあるやつのなんかオマージュかなんかっていうことなのかな。そう、教養がなくて私は知らなかった。ブレーメンの音楽隊みたいなのはね、聞いたことあったんだけど、それが、そういや、ちょいと気になるネタがあったな。バズレイダー、そこの本屋でも覗いてみるか。あ、いやいさ、うんうん、うーん、ね、こうやってさ、売れてくんですよ、結局。はい。はあ。私も嫌かな。え？
待って、でも進まないよね、さすがに進まないと思うし、ちょっと内容気になるから買うわ。なんか話がね、乗り切れないから。ジェディス・ランスター、赤い流星、マクシムと熱愛疑惑か。あ、そこまで知らなかったんね。うん、確か2人とも独身だったよね。ここまで大騒ぎすることのほ、ん、うん、どっちも人気があるからね、大騒ぎする理由には十分。その後に書かれてるも内容が問題。マクシム・ルーガンは各地に愛人を作っており、ドライブがてらまめに訪れているとの噂が巷でささやかれている。ジュディス・ランスターは彼に騙され愛人の一人にされたというのが本誌の推測。なるほどね、ナビクかね、ナビクってそんな感じ書くんだアーロンの顔。うんうん、まあね、私も全然読んだことないし、そういう記事見てもなんか全然読もうともしたことないな。うん、そう思う、そうそうね、想像しにくいね。その表情はどういう表情な愛人か、愛人っていうか、なんだろうな、なんかその辺の人みたいななんて言えばいいんだろう。うん、まあね、確かにね、多少の夢ね、そのなんだろうね、あんまりこう社交的ではないから、私が理解できないっていうだけで、そういうのが好きって人もいるもんね。もう一回話してみよう。あら、いらっしゃい。あ、ポトフあるよ。あった、道具ね。カトルがポトフ。あー、へー、後で作ろうっと。さて、いつものこの二人。うん、冷静だね。また一人で盛り上がってんね。ボクサーが薬物乱用で捕まった。へえ、それは全然知らんね。こんにちは。悩んでんね。どうした？ん？スキャンダルの中で妙な動きがある。まあ、関係ないと思うけど、何かが騒いでる時って何かが動いてる時だよねちょっと私の言ってることよくわかりませんねなんて？今度再運転の支店を開くことになった。あ、そうなの。メッセルダムテロで開いたビル、アンカービルで被害に遭った店舗。アルマータへの牽制と出待ち。なるほど。こないだ話してた内容と関係あんのかな。即撤退か。一から作って即撤退って、お金大丈夫なの？どういうことなんだろう。オーナーに褒められた。よかったね。確かにね、ちょっとわかんないやつって聞いちゃうもんね、店員さんに。西雲閣はどちらかというとコート系に近く、東方からの回路で共和国に持たされた文化。対して陸路でももたらされた文化は最も和やわびさびが重んじる。へえ、そうなんだ。なんか一口に東方系とか言ってもいろいろ違うんだね。当たり前かもしんないけどはい、いつもと違うルートで回っております。さて、こっち回りやすいかもな。あ、やっこね、シノズバー。
この2人なんかほんといつも一緒にいる感じだけど、それでもアニエスの方が好きなんだね。うん、はい、何言い過ぎた的な、うん、態度が変わった、いろいろ話をした、私が解決事務所の仕事を誇りに持ってやってることを分かってもらえた。うん。葛藤してんね、少年。まあいい子よね。カプチーノいいな。私もちょっとそろそろ喉疲れてきたし、カフェオレでも飲んで休憩しようかな。どうもです。どうもです。ポップコーンはいかが？ポップコーン。いらっしゃい。どうした？気管にポップコーンが入った？マジ？きっつ。どうしたらいいかね。背中叩いてもらう？ああ、スキャンダル系の話？もうめまち、またお話をさせてしまった。今日映画見るんだっけ？うん。うん。あー、なるほどね。うん。確かに、私は推しは結構その人を深く知りたくないというか、なんて言うんだろう。作品と本人は違うって考えてるから。あんまり深掘りしないかもな。うん、その作品を好きでありたいから、そういうのはなんだろうね、やっぱ自分がコントロールしていかなきゃなっていうね、取捨選択。グロリアが一番。ああ、さっき街頭のあれ CM であったね、シーナ・ディルクの電気映画。へえ、シーナ役がニナ・フェンリー。多いね。そんなスパンで撮ってんの？まあね、それはそう。こんなところで聞く人おる？運命の5月革命。へえ。そうなんだよ、見るの楽しみ。かっこいい。あ、長靴を履いたミッシー。はいはい。そう言ってる人絶対にあの映画見ないでって言ってる。ちょっと見れるんかどうか見てみようかな。見れる。めちゃくちゃ楽しみなんだけど。はーい。奥の前に告知。恋愛とは甘味に似てる。そうかね。あー、でもその目の保養はあるよね。なるほど。あー、なるほど。なるほど。まあでもさ、なんか本当にさ、言っちゃえばさてどうでもよくないかなって思うんですよね。いや、みんな結構他人気にしてるよね。はい、あ、チェンさん見たよ記事。なんハックじいさんのやつ。お手伝いの達人。ああ、何やらせてもバッチグーみたいな。バッチグーって死後かよ。はいはい。なるほど、まだ喋れる。
そっか、ランチの約束か。じゃあ夕方以降は一緒ってわけではないのかな。さあ、あとはカフェですね。やりやり。あ、え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 、あ、帝国の話してんの、ユリアン。だって後輩だもんね、つまり。はい、稽古の方もつけてくださいね。ねえ、ユリアンさん、ちょっとどこ道場なんか教えてよ。うん。ね、後輩にあたるトールズ士官学院。何年くらいの人見たの？マジで？マジで？いや、まあ確かに7組は続いていくよね。え、え、え、リン君で7組教えてんの？あ、違うわ、リン君は文校だわ、ごめん。え、てか、え、いや、どうなんだろう、リン君ずっと文校なんかな。へえ、そうなんだ。ん？え、待って、7組、でも7組だよね。ん？え、結局のとこ7組、え、どうなの？ちょっと分かんなくなってきた。ね、在籍時期はかぶって、むしろフィーちゃん1年しかいなかったからね。教官と先輩たち、数々の薫陶のおかげ、薫陶期だ。薫陶ね。教官ってまさか。マジ？リン君の教え子か。なんかさ、論来のさ、始まりの奇跡の話でさ、自分の教え子を初めて卒業するっていう感じの時にすごい感傷に浸ってたじゃん。でもなんか教師はどんどん続いていくから、なんだろうね、その新しい生徒、そして7組が増えていくんだって考えると感慨深いなって思ってたんだけど、こんなに早く教え子見れるとは。すごーい。ねえ、大戦時の英雄、それはまたとびきり濃い話だぜ。リーンくん関連っていうこと？バン君どんぐらい知ってるんだろう？話し合うかな、リーンくんと。いや、隣に並んでほしい。ロイドも気になるけど、どっちかっつうとバン君とリーンくんが気になるかな。そう、私ね、ごめん、すごい話していい？ね、主人公図で話をする機会があったら、バン君がちょっと大人すぎて話し合うんかなって想像してたんですよ。そう、エステルあんな感じだし、てかそもそも女性だし、ロイドとリン君は2人で話してるの想像できるんですけど、バン君を混ぜるとちょっと想像ができなくって、で、そう、そこで考えたのがヨッキュンだなと思って。そう、ヨシアとバン君はなんとなく合いそうだなって思った。なんだろう、そのヨッキュンが話したことに対してバン君が受け答えしてるところが想像できるっていうか。そう、いや、そんな未来来るのかな。その今作のさ、今作じゃない、鑑賞の最初でさ、ちょっと姫が匂わせ的なこと言ってたから、リン君もね、その奇跡の主人公の一人としてまた出てくれる時が来るんだったら、そういう未来も楽しみだなって思います。私はい、進めます。卒業生もクセモノ揃いだもんね。私が言うのもなんだけど。そうだね、こっちにいる間ちょくちょく会えるね。ちょっと詳しく、今何人の7組。ユリアンは可愛い後輩ね。その体験のさ、使いのさ、話してよ。誰よ、誰の孫なのよ、あなた。7組の先輩たちには本当にお世話になってて。アッシュとか、アッシュってどうなったの？誰、確かにアッシュって誰も何も言ってなくない？遊撃士になってないのかな。いや、私個人的にアッシュは遊撃士推しなんですよね。クルト君、クルト君はなんだ。ユーナはまあクロスベルに帰るとして、いや、アルティナも情報局方面かな。ミューゼはまああれで、
アッシュ何やってんだろうな。共和国に留学する際にもたくさん助言もらった。そうなんだ。今何人いんのよ名前出た。リンキョンカの後押しもあって実現した形。そうなんだ。いつから言ってる来てるって言ってたっけ。リン君がロンライ来たのって1月だよね。てか今年1年ってこと。はあ、もうすぐめちゃくちゃ膨らむじゃんこの話。終わっちゃったな。リン君でもなんか共感頑張ってんだね。嬉しいな。あ、シャッカルさん、はい、くだらないよね。そうだね。なんか作品を通して提言してんね。あ、お読み終わっちゃった。喪失感がやばい。新刊か、わかる。ロスってやつよね。私も絶対黒の奇跡ロスになりそう。いや、黒の奇跡ロスにはなりそうなんだけど、でもクリアしてからの妄想とかもはかどるじゃないですか。だって現にさ、今いろんなネタバレをされないようにさ、守ってるわけよ自分をそういうの解禁したいもんな。ポカポカしてるもんね。ミャー、はい。ああ、ジュディス・ランスターの話？え？ジュディス・ランスターの話だよね、この。ああ、だよね。うん。そこまで耳に入るかな？よほどここで話してるんだろうね。あ、そうなんだ。あの、前映画、あ、てか、そっか、映画館たびたび見に来てるんだったら、ここでコーヒー買ったりもするかな。分かってくれる人もいるよね。またのお越しをお待ちしております。それを食い物というか話題の種にしちゃう人もいるかもしれないけど、まあ分かってくれる人がいるんだったら私それでいいかなって思うな。はい、どうしよう。あのサイレン地区行く予定がさ、さっきめちゃくちゃ語っちゃってさ、時間がって感じだけど一応行くね。よし、向かうぞ。うん、サイデン地区来た。うん、あー、うん、なるほどねまあそれなっていう話。さあどんな感じ。ダメか。うん、セリフがすごい好きなんだけど。え、なんか人がめっちゃいないホテル。どうしよう、こっち行こうかな。お疲れ様です。なるほどね。あ、いや違うわ、キアラさんだわ。前の警察の人なんていう名前なのかな。どこの人だったんだろう。ああ、なるほどね。現代社会においてそこまで、あ、珍しい。こそこそ。わりかし私堂々とだけどね。よくやったじゃないかって言われた今。おお、褒められた。へえ、そうなんだ。本当の目的ね。ああ、へえ、
はい。そうなんだ。あの子から定期連絡が届いていた。あの子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 。いや、あの子ね、いすぎないよ。奇跡キャラどんだけいると思ってんの？はい。ホテル。めちゃくちゃ人いる。どうした？みんな。お見合い。そんなこと思って見てんの？はいはいはい。いやまあでも難しい年頃だよね。だって本人じゃないとな。まだ話してるねこの二人は。クインシーベルのお菓子をどうぞ。あ、クインシー社の人ってことこれ。社長さん。怒られたね。え、本当にクインシー社の社長なの？でも、そうじゃないかもしれないけどね。よほどいいお菓子っていう話かもしれんけど。不動産業、あ、不動産業界か。ソニア先生、ソニア先生。マジ？へえ。なんか裏があるんかと思ったけど、ここで終わりそう。どう調子？うん。あれそういえばエディ、あそうだ、エディ君あのガレージの前にいたね。まあなかなかそういう経験はしないけど。はいはい。ああ、そう、空気読んで休ませてくれてたんだ。え、どうしたどうした。ね、いる？あ、本当だ。ニュースセンターより。ラジオさ流れてたらさ文字集中できなくないっていつも思うんだけど。早くも賑わいを見せ始めています。式の演出は大統領府がオファーした大物監督が手掛けると噂されており、180年にふさわしい式典と。今日も調子乗ってんね。あー、ジェームスと一緒にいたんか。溜め込んでるね。あ、そうなんだ。その、あ、幼なじみ的な。あ、言ってたかな、もうな。あー、へえ、わあ。気になる。ジェームズは4月までロナウドってろくでなしのとみり巻きをやってたね。うん、
なるほどな、よかったね、そういう人がいて。今はうざいかもしれんけど、なんか今日という日が天気になればいいね。うわ、わしも見てえな。よし、串やし屋さんじゃないわ、蕎麦屋さんだったね。はい、うん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 、なるほどな。いらっしゃい、毎度あり。いらっしゃい。はい、そういうことで、タイレル地区とサイレン地区見ましたね。次からクエストやろうかな。